始まりました、R1 スタジアム、本日はですね、ここ、スタジアム2001岩手店様で収録させていただきます、どうも桜木由紀です。私が一番初めて収録させてもらった時にハーデスを打たせていただいて、なんとゴッド揃いで大爆発したんですよ。で、今回私初めてのパチンコ収録じゃないですか。ちょっとまだパチンコのビギナーズラックというものが残っているんじゃないかなと、はい、思ってて、それを使ってね、今日もパチンコで大爆発させたいなと、はい、思っております。なんで皆様もぜひぜひご期待の上ご覧ください。それでは行ってきます。となりました。私が、選ばせていただきましたのはこちらです。新北斗無双、はい、大人気のね、北斗の剣が次々と敵を倒していく快感のたまらないゲームとのコラボ機となって登場しております。それでは、早速打っていきたいと思います。暑くないっていうことですよね、ぬるいって。お、発見しましたよ。さあ、通常保留なんですけど、さあ期待度は星3つ。嘘、びっくりした。ぬるいって書いてたよね。しかも通常保留で、あ、まさかのやった。マジか。来たね、ビギナーズラック。いやー、ちょっとごめんなさい。結構当たると思わへんかったから、リアクション用意してなかった。あ、これ素のリアクションですわ。嬉しい。はい、ということでね、ただいまから、ラッシュ入ったんですけれど、まあ1回目やし、王道のケンシロウで行きましょうかね。130回転ございます。 HTK 作りの 80% ということで、どこまで伸ばすことができるのか。お、赤文字ですよ。さあ、2回目のバトルは時との戦いとなりました。
頼む。おお、よかったよかった。一斉チャージです。2先発オーバーで継続2回目です。発展しましたね。おっと、やったー、原子炉からの攻撃。めっちゃ調子良くない？はい、ありがとうございます。16ラウンド2400。おっと、なんと激アツのキリンフラッシュが発動となりました。と同時に椅子が下がった。お、アミはすげえわ。私これぞビギナーズラックです。マジか。あれ、さあ16ラウンドの一斉チャージとなりまして、なんとなんとサクサクっともう1万発オーバーですよ。あー、よかった。残り30回転ってなったから、ちょっと怖かったんですよね。やったー、やせったー。さっき当たったやつよね。おーっとー、さあ今回はあっという間、先制攻撃。楽しい。おっと、激推し、ゲット。すごい、怖い自分が。よっしゃー。おっと、りっちゃんかな。はい、ありがとうございます。タマパスゲット。あー、ついに終わっちゃった。はい、ということで19回継続ですよ。
3万発超えました。すごい記録。さらっと入った、さらっとだったよね本当に。で入った、厳冬ラッシュ。まさかこんなに続いてくれるとは。もうこれは自分で自分を褒めてあげてもいいんじゃないのでしょうか。はい、ビギナーズラックふんだんと使わせていただいて大勝利と言っていいんじゃないかなと思います。今回私桜木由紀はですね、11月の第1回目のチャレンジャーということで、来店されていただいたんですけれど、まあ、あと2人収録させていただく予定となっております。まあ大丈夫でしょう。もうこれまくられたらへこむな。皆さんこんにちは、リーチエンジェルの大鳥ゆまです。さあ続いては私の出番となりました。さあ最初のですね、桜木由紀さんが結構出していたということでですね、もう私も負けへんぐらいしっかり頑張っていきたいと思います。そして視聴者の方に私が出せば出した分プレゼントもお渡しできるということですので、今日は皆様にいいプレゼントをお渡しできるようにしっかり頑張っていきたいと思います。それでは実践スタートです。さあそれではですね、ハイサイさんのお隣北斗ともで実践の方をスタートしていきたいと思います。それではまんまに目指して頑張ります。あ、終わる。お、連勝。一気に40
ランプ行きました。100枚パチンコの新北斗無双にしました。今日はねもう北斗縛りで行こうかなと思ってます。で今私の右隣で打たれてるお客さんがなんと1万5000発以上今出てはるんですよ。で今も現状ラッシュ継続中ということなんで、さっきのスロットの北斗と同様、隣の方から引きを分けてもらおうかなという作戦で、はい、今回の北斗無双も行きたいと思います。よし、あ、タイマー出てきた。早速いい感じですよ。でもね、私前ね金保留のキリンからも外したことあるんですよ。赤はちょっと信用できひん。なんかいい感じやった。最初だけでしたね。くるるー言ってる。激アツ。あー怖い。さっき落ちなかったですもんね。はー、おーおえーなんかあ
出たー緑やね。実戦の方が終了となります。ジャグラーはビッグが2回逃げました。結果は後ほど。はい、実戦の方が終了となりました。お疲れ様です。それではですね、早速結果の方を発表させていただきたいと思います。まず投手が1075ポイント、そして獲得が。ということでですね、マイナスでした。結果的に勝ってたんかなって思ってたんですけど、今ね結果見てマイナスでびっくりしました。さあではですね、また次回機会があればリベンジさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。皆さんこんにちは、 D チェンジェルの神崎すみれです。さあ今日も始まりました R1 グランプリ。さあ今日がですね、なんと今月最終戦ということで、私神崎なんと1年半以上ぶりの R1 収録となりました。ちょっと前回があんまりいい感じではなかったので、今回はぜひいい感じだけになれるように頑張っていきたいと思います。あの最下位は逃れれるように今日頑張っていきたいと思います。さあそんな私がですね、今日はもう早速台をゲットしたんですけど、今日ゲットした台は、前回前の R1 でボコボコにやられたもぐろ福蔵にリベンジをかけたいと思いまして、笑うセールスマンで行くことにしました。さあちょっとなんか3になって、話を聞いたところちょっとね、もぐろ福蔵が調子に乗ってるっていうことなんで、私が逆にコテンパンにやっつけたいと思います。さあそれではですね、今日も R1 スタジアムスタートです。さあということで早速スタートしたいと思います。ドーン、これは新崎当たった、来ちゃった。はい、ということで1回目のボーナスはどんどんボーナス、普通のボーナスですね。いや進化極みが上乗せ確率が結構高いらしいんですけど、またちょっと一発目はやっぱり普通のボーナスになっちゃいましたが、まあまあまだ分かんないですからね。お前なんかめっちゃ偉そうじゃないですか。なんか前のやつとか自転車乗ってるだけやったのに、なんでこんなランクアップしてんの。なんか腹立つ。ラスト、はい、何事もなく終わっちゃいました。マジで。さあなんと1回目のボーナスはまあまあ赤のなぞろいを見せることもなく終わってしまったんですけど、まあとりあえず1回目なんで、まだこっからでしょね、わかんないですね。さあ継続を目指せ、開け。さあということで単発、チャン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 。さあ強者来い、来たー、どう。さあ強者強者来たよ、強者来たよ、来た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 。さあもうここで来ちゃいましたね、狙うのです。ま
ありがとうやね。さあということで2回目のボーナスは見事新ボーナス。さあ新ロンドンボーナス来ましたね。さあここからですよ。問題はまだラウンドマン、さっきも本丸さんとして終わっちゃったんで、次こそは3発どのちゃん。さあどんどんチャレンジ。さあしっかりと上乗せしていきましょうか。お願いします。かっこいい。さあ青です。青です。青はやばいです。あーしかも2連。さあ高確率中なんだね。いやーここは私も見せときたい。やばい。やばい。さあということでここからの5ゲームに全てがかかっております。さあお願いします。さすがに1回はないです。マジで1回しかチャンスない感じ。来た来た。さあ次緑ちょっと上がったけど。さあ緑も外しました。あと2ゲーム。さあまた。さあ次黄色。緑じゃあかんかったら黄色赤のちゃん。ドン。さあこれも失敗。さあラスト。さあチャンスですね。ここでスイカ。ただ乗らないっていうね。さあなかなか難しい。さあ開け。まさかの、まさかの単発。マジで？おお、さあ来た。ドーン。さあということで再び単発。単発の呪いでもかかっているんでしょうか。気分を変えて、あの信頼でやっぱりほとんど空いてなくてこの台しか空いてなかったんですけど、この台全ての引き渡しでということで、まあ、私にぴったりの台じゃないかなと思うので、ちょっとね今日はそれをしっかり見せつけていきたいと思います。後半戦間違いしてなって頑張ります。さあここでまた1連が来ました。あ、2連ですね。さあこれさっきもこれでスッて終わったんで、やっぱ3連まではいてほしい。頑張れ。お、もどこもどこ。さあここでリーチ後期ですよ。おお止まれ。あー止まらん。さあここでようやくリーチ発展です。なんかちょっと寒そうじゃない。あ、赤文字。さあでも赤文字です。桃子 VS 誰か。さあそして頑張れ。お、さあでも緑やな。赤ぐらいにはいってほしかった。頑張れ桃子。さあいけ。おお、さあまだ進化しますね。桃キュン憑依守るべきかな。おお、さあでも緑ですね。もう一個もう一個。あ、さあなんと赤。さあ赤保留で赤文字です。さあこれがちょっと最大のチャンスじゃないですか。
当たるそう。熱き魂を動かせよ。お願い。おっとさあ金文字。さあこれは押せ。きた。やりました。やった。よかった。さあよかった。さあ313回転赤保留から見事当たりゲット。さあここからさあ桃剣ボーナス。やった。パチンコ調子良くないですか。今日はやっぱ単発続いてるんで、まあ、単発で終わらせない。さあ来ました鬼セグロード。さああと97回転中にまた大当たりを引きたいなと思うんですけど、3、2、1、0。はい終わり。さあなんと初当たり、なんと単発。いやもう安定の神崎クオリティ、やばい。全然あかんよこんなんじゃ間に合わへん。頑張れ。さあということで、来たー。やっぱりこの何もしない戦法が一番かもしれない。ありがとうございます。ビッグがいいな。ビッグです。よかった。ちょっと本気で泣きそうなぐらい嬉しい。さあちょっともう10ゲームは余裕で超えちゃったんですけど、来たジャグレーン。ビッグ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 。はいビッグ。見たか見たか。おらさあ2連目もビッグ。さあよかった。さあ2連目もビッグでなんとかジャグレーンさせることができました。今フリーズ。びっくりした。今レバー動かへんと思ったら来ましたね。プレミアなんで、まあここはね。はい来ました。ビッグ。さあラスト100ゲーム。はいということでジャグレンならず。マジか。さあということで実戦終了のお時間となりました。お疲れ様でした。いやちょっとね結構きつい戦いやったんですけど、もうねとにかく最後なんとかちょっとだけでも帰ってきたのが良かったかなと思いました。ということでちょっと早速なんですけど今日の結果発表に移りたいと思います。さあ今日はですね投資が1700枚、そして回収がこちらということで、サマイツがとなりました。アルワスタジアム毎月やってまして、とりあえず今月が今日の今日が今月のラストということだったんで、またちょっと来月以降ですねリベンジさせていただく機会があればちょっとリベンジしたいなと思っております。そしてなんといってもリベンジだけじゃなくて、ちょっと今回のその新体制になったアルワスタジアムはメンバーも増えたことやし、ちょっと最下位を脱出して上へ上へと登っていけたらいいなと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。さあそれではですね次回もまた R1 スタジアムでお会いしましょう。バイバイ。ここで番組からのお知らせです。今回の R1 ではエンジェルの勝利枚数の一部を視聴者プレゼント用の景品に交換し、それをご覧の皆様に抽選でプレゼントいたします。ご覧の宛先に住所、氏名、電話番号、番組の感想、そして
今回の優勝者を予想しご応募ください。プレゼントは優勝者の予想が当たった方から抽選となりますので、真剣に考えて応募してくださいね。皆様からのご応募お待ちしています。